はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。今回は新しいゲームをプレイしていきたいと思います。こちらの、エンダーリリーというゲームですね。現時点でまだアーリーアクセスのゲームなので、途中までしか、遊べないと思うんですけども、早速ですね、やっていきたいと思います。ではスタート。始まりましたね。目を覚ましたようだな。体は大丈夫そうだ。この女の子が、驚いたか。私が体を失ったのは巫女が関係しているんだがな。この国に何が起きたか覚えているか。お前も記憶を失っているのか。まずはここから出るとしよう。外がどうなっているのか自分の目で確かめるとよい。はい。ということで始まりましたね。この女の子が主人公ですかね。ミコって呼ばれてましたけど。で、このナイトみたいなのは、なんだろう。女の子自体は、攻撃しないで、このナイトみたいなのが代わりに姿を一瞬現して、攻撃してくれるっていう感じですね。読む。白巫女像の文字。白巫女を模して作られた大きな石像。形を残している像には、暁の白巫女。崩れてしまった像には風の白巫女と刻まれている。ロックされている。いや、グラフィックが綺麗ですね。A ボタンでジャンプ。恐れるな。黒衣の騎士？私の力を使え、お前ならできる。X ボタンで攻撃。危ない。R トリガーで回避。敵をすり抜ける。あ、これだ。これ回避なんだ。敵を、危ない。あ、裏側に回って。
空中攻撃。ちょっと独特な感覚ですね。この女の子自体は攻撃しないんで、距離感というかが、ちょっと慣れるまで時間かかるかも。攻撃のリーチっていうんですかね。あれ届かない。危ない。あ、危ない。痛い。下と A で床をすり抜ける。この辺はよく、ああ、それは。回復の祈り。下と A で。イレイエンの手紙。シーグリッドへ。そちらの白巫女に、白巫女であってるのかな?にお守りを渡してほしい。白巫女皆に渡しているもので、加護の魔法が込められてある。結界が、汚れ者の脅威から守ってくれるはずだ。結界は砕けても修復することができるが、それは白巫女にしか使えないものだ。ではよろしく頼む。イレイエンより。回復の良い LB。ああ、なるほど。左上の、なんだろう。3回使えるんですかね、今、回復。今、1個使った感じですね。壊す。お守りのかけら。アイテム、お守りのかけら、最大 HP プラス5。白巫女たちが身につけている、お守りの一部。砕かれた小さな破片はわずかに光を帯びている。これは、勝手に装備されてるのかな?壊す。危ない。少し休んでおこう。レストポイントについて。レストポイントは進行状況を保存します。休んだことで HP やスキルの使用回数、祈りの回数が全回復します。倒した不死の、汚れ者でいいのかな?たちも再び現れることになります。なるほど。休む。下へ。汚れ者の、書の切れ端。汚れ者となってからも意識を持つ者がいる。それが最も辛いことで、意識を持つ者は苦痛が消えることはなく、意識が消失しない限り、永遠とも言える時を苦しみ続けることになる。汚れ者となってしまった者の救済は、白巫女の浄化の奇跡によってのみ叶えられる。下 A で。あ。危ない。
危ない。このゲーム BGM がないですね。あ、またこれか。あれ、これバグじゃないと BGM がない。危ない。あ、これ下に行けるかな。おう、遠くで扉が開く音が聞こえる。なんだ？なんか強そう。行って！危ない。怖い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 。よし。お守りのかけら。また最大 HP プラス5。危ねえ。これ下は？あ、ああ。あ、これもうすぐレベル2になるかな。左上の、なんか1って書いてるとこがもう少しでいっぱいになるんだけど。あと1匹ぐらいで。まだか。お！ 2 になったよ。これで？なんか、記録、レベル100分の2。100まであるんだ。祈りの回数が3分の、これ回復ですね。で、力、穢れ、祈りの回復力、スキル、刻印の、あ、これ今、出てくれるやつですね。うん。レリック、装備中のレリック、足コレクション。なんか上がったのかな？読む。城、教書？白教書？一章。ある時、雪降る果ての地より、穢れを持つ者は現れ、果ての国は、穢れの厄災に襲われました。穢れは人を狂気に落とし、化け物に変えてしまう恐ろしい呪いで、穢れはかつてこの地を暮らしていた、古き民の怨念から、生まれたものだと伝われていました。穢れは人へと伝染していき、
汚れを受けたものは、あ、獣って言うんだ、これで。汚れ者じゃなくて、獣と呼ばれました。これね、あ、こっちか。これはまだいけないのかな。汚れを受け不死のなれ、彼らはかつて獣と呼ばれていた。あ、ここでスキルの、あ、できないんだ。まだできないんだ。ん？なんかボスっぽいな。いや、あ、あ？濃い汚れ。守るために。潰して。危ない、なっちゃう。こんな感じ。あんまり強くない。あ、いてて、食らっちまった。ん？何？第2段階？危ない。こういうのは大体回復。いるんだ。よし。私が守らなければいけなかったのに。触れる。なんだろう、意志がまだあるってやつかな。湖の白巫女さんは私の不死の獣に対抗できる唯一の希望。浄化の負担が大きくなっているらしい。今倒した人の記憶か何かかな。リリースキル、守り人をシーグリッド、鉄器を振り回し周囲の敵に攻撃する、サブスキルは再使用までのリキャストタイムや、使用回数の制限があるが、他のスキルと合わせて発動することができる、シーグリッドは白巫女リリを守るため、聖堂で敵を待ち受けたが、終わりのない戦いの末に狂気に飲まれた。さっきの記憶ですね。いやー、これは結構なんか結構きついストーリーになりそうな
アクション。森人の跳躍。二段ジャンプかな。空中で再度飛び上がることができるようになる。あ、これさっきの場所に。うん。あ、シーグリッドの翼の力を借りて。この者の意識は浄化された。記憶の中でリリーと呼んでいたが、きっとあれはお前の名なのだろう。うん。何か思い出せるかもしれない。ということはこれから、昔仲良かった人と戦っていかなきゃいけないっていうことじゃないですか、これは。ちょっと色つきましたね。服に黒帯と黒いリボンというか。で、その、あ、これ二段ジャンプ。こっちは？あ、こっち行け、ちょっと待って。こっち行く前に、サブスキルって、っていうのは、あ、回復違う。これだ。あ、これ、座らないとセットできないのかな。お、うん。引き受けた汚れの魂のスキル。セット1、セット2。これよ。こっちはなんだ？あ！右に出てきた。Y ボタンで、おお、で、回数とリキャストタイムがあるってことですね。汚れた銀のロザリオ。あ、汚れたか。最大 HP がわずかに増加。これ、前のマップにあったかな？なんか二段ジャンプじゃないといけないような場所。なかったと思うんだけど。手に入れたレリック。あ、これはまたさ、お守りと違うんだ。汚れた銀のロザリオ。装備。おう。はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。